こんにちは。えー、子供 Python チャレンジ。また今日も楽しく勉強しましょう。はい。それではどこにいたっけどこまで進んだかというとですね。えーっと、前回のシート見てみましょう。はい。えー、イフで場合分け、偶数を書く、偶数を足し合わせるっていうのをやりましたね。はい。で、宿題は3の倍数を足し合わせるでした。よし。ちょっと見てみましょう。はい。えー、もう一回コラボラトリーを開きます。 えー、ファイルで、あ、そうだ。それをちょっとやりましょうね。えっ、ー、と、エク m ンプル1。はい。出てきます。あ、ちょっとま時間かかってますね。はい。今日はちょっと、えっ、ー、と、最初に、えー、まあ、接続しますけど、ここのツールですね。ここのツールの中の設定の中の、えー、エディターのところで、 インデンデト幅4番目かなインデント幅が2になってるのを4にしましょう。ね。4にした方が分かりやすいと思いますので、えー、4にしましょう。はい。じゃあ、えー、っと、今日はずっと下の方に行きまして、おっと行き過ぎた。はい。問題がもう一度見ると、えー、0から20までで3の倍数を足し合わせでした。はい。かんできたかなちょっとこのシートを使いましょうね。 えー、3の倍数を足し合わせる。ですから、えー、っと、まず3で割って、余りを見て、そして、えー、3の倍数ですから、余りが0ですね。ちょっとこれで見てみましょうか。まあ、このプリント文はあってもなくてもいいので、プリントアウト。あ、じゃない、コメントアウトします。シャープをつけます。はい。これで、えー、やってみましょう。これで、えー、実行します。プチ。はい。 アンサーは63になりましたね、えー、っとコメントをちょっとオンにして見てみると、えーはい、0の時、3の時、6の時、9の時、えー、だけ実行していて、えー、それぞれ和がだん,だん計算されていって最後は63となりました。できましたかはい、じゃあ、えー、今日のところへ行きましょう。えー、っと今日は、IF で場合分けその2、もうちょっとややこしい えー、条件を調べてみましょう。これはやりましたね。これもやりました。はい。今日です。偶数かつ3の倍数はいくつあるか。意味わかりますか偶数で3の倍数。これはつまり、まあ、6の倍数っていうことですね。最小公倍数っていうのを知ってますね。2の倍数かつ3の倍数ってことは6の倍数っていうことですよね。だけど、まあそれはちょっと。 6の倍数は使わずに2で割れる、3で割れる2で割れるかつ3で割れるっていう考え方をしてまず書いてみましょうこういう場合アンドというのを使いますどうしようかなえっといくつあるかだからこの場合はえまた1から書きましょうねはいこの場合はカウント数を数えるんでえ例えば cc という数字を使います cc を最初に0にしといて そして、for, i, in, range, 21かな ?21 でコロンして、はい、ここがこの間と違いました。4つ進むようになりましたね。いいと思います。そして、if, i が2で割り切れる。and, i が3で割り切れる。 こんな風に書くことができます。そしてまた、コロン。いいですね。これは2で割り切れるという条件、&3 で割り切れるです。もしわかりやすくしたければ、ここにパッパカッコをつけることもできます。まあ、つけましょうか。ね。わかりやすいように、ここと、わざわざスペースを入れてますけど、これはあってもなくてもいいです。ここと、ここと、 ここ。こういう条件の時に、はい、どうするんだっけえー、いくつあるか。ですから、1個増やせばいいんですね、カウンターを。だから、カウンターは1個増えます。一応、プリントしてみましょうか、毎回。ね。プリント i、その時の、増えた時の i と新しい CC の値をプリントします。そして、最後に1に戻って、結果を プリントアウトします。はい、これでいいんですね。ちょっとやってみましょう。シフト、エンター。はい、そうすると、実際は2の倍数であり、3の倍数であるっていうのは、つまり6の倍数ですから、0の時に1個。あ、そうか、そうそうそう、0も条件にありますね。0が1個目、6が2個目、12が3個目、18が4個目。で、答えは4個ありました。 というふうに個数を数える時にはここプラスイコール1にすればいいわけですね。OK いいですね。じゃあ今度は少し変わった2箇所変わった偶数または3の倍数の和はあちょっとややこしいですね。今度はまたはです。ねこれはきっとわかるかなさ ぐ2で割り切れる、または3で割り切れる。ですから、これちょっと隠しましょうか。ここをオアにすればいいんですね。2で割り切れる。それから3で割り切れる。それから、あ、ちょっとこれコピーしましょうかね。これコピーしましょう。失礼しました。え、開させるためにこの、今度はそれから和を求めたいから、今度はサムの方、ss。 SS としましょう。ここを OR にして、で、ね、ここ CC を1個増やすんじゃなくて、SS に I を足すということになります。ここも SS にして、最後も SS。これでいいはずですね。わかりますね、えー、?2 で割り切れる、または3で割り切れるときには、 その値を SS に足してやれば SS が和を持ってくれるわけですね。どんな風に進むかを一1見ながら見てみましょう。ほら、0は OK です。でも、まあ関係ないね。2の時には2の倍数ですから OK。2を足す。3の時も OK です。3の倍数ですから足す。4も OK。6も OK。その度ごとに8と9と10と12。そういう風に条件が成り立って、その度ごとにその値を この SS に足していくわけですね。23たす9は32と。そうすると答えは137になります。わかったかなわからなければ止めて繰り返し見てください。あるいはゆっくり見てください。そして自分で動かしながらなんでこうなるのかを考えてみてください。いいですね。よし、もう一つぐらいできるかなあ今度は偶数でも。 のの倍数数でもない数のはややこしいね。つまり今の反対だね。ね。2、偶数でも3の倍数でもない数のは。はい、これはどうすればいいのか。ちょっと頭で考えてみましょう。あるいは自分でこうプログラミングしてください。一度動画を止めて、ちょっとどうやって自分なりの答えを書いてみてください。 できましたかなんかできたかな自分でできるようになりたいよねはいでは見てみましょう偶数でも3の倍数でもないこれは一つのやり方はよしもう一回今のをコピーしましょうか、えー、日本語で意味を考えてみると偶数でも違うなんだっけ偶数でも3の倍数でもないってことは偶数でない かつ3の倍数でないだね。だから一つのやり方は、ここが0ではない。で、ここをにして、ここを、ややこしいかな偶数でない、かつ3の倍数でない。これで一つ答えが出ますね。やってみましょう。はい。いいですね。1。 2,3がな、4がなくて5、6がなくて7、8,9、10がなくて11。こういう,うになりますね。それからもう一つのやり方は、元に戻して、あもう一つ、二つ上を戻しましょう。これをコピーしていきましょうね。これをコピーしてきて、ここに貼り付けて、ここに全体をて、と。 全体を、まず、こう、カッコでくくってですね、この全体を、not ってつけて否定することもできます。ね。そうすると、2の倍数、または3の倍数、ではない、になりますので、これで答えが出るはずです。はい、答えは、あ、なんか間違えてる。 えっと、あ、これこ、コロンが抜けてましたね。コロンつけなきゃダメですね。はい。OK です。あれまだ間違えてる。えーっと、F、ノットあ、ここに1個、えぇ、ー、閉じカッコが抜けましたね。これとこれで釣り合って、これとこれで釣り合う。カッコは釣り合わなきゃいけない。そしてノットがつくと。OK。じゃあ、これで実行しましょう。はい。 間違えました。あれ ?if, not,、えー、何何 or, どっか間違えてるあれえー、っとコロン。あれちょっと待って、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 待って。どっか間違えてますか ?invalid syntax、えー。どっか変な格好変書いちゃったちょっと待ってください。えー、っと、ちゃんと、これでいいですね。 えっと、なんでこれでもいいかないか。あ、これでいいんですね。ちょっと変な数字が入ってたようです。はい、これで合ってます。はい、これで、えー、答えが出て73。さっきと同じになりましたね。えっと、何が間違えてたんだどっか変な文字が入ってたようです。失礼しました。ということで、73が出ました。いいですね。はい。えー、 自分で見てください。結構カッコとか、えー、を外す。あの、ここの内側のカッコとか外すことができます。ので、それはあの自分で実験してみてください。なぜそうなるか。まあ、それはそのうちまた見ましょう。ね。ここを外すことができます。でも外側はいりますね。はい。これでも同じです。答えは73ということになります。 いいですかちょっとややこしかったかなじゃあ宿題です。1から30までで、ね、今度は30までですよ。偶数または3の倍数はいくつあって、その和は、あスタートが1であることも注意しましょう。1から30までで、偶数または3の倍数、そはいくつ数えます。それから、その足し算の和はいくつになりますか。これを宿題にしましょう。 はい。今日はここまでです。じゃあこれをちょっと自分で解いてみてください。楽しみだね。はい。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。